こんにちは。手で芸をするコミーです。今日は後編です。これとこれは前編で編んだものですね。で、これは巾着の紐にしようと思って、このここで使った糸でスレッドコードを編んでおきました。これを紐にしようかなって、まあ通してみてもし滑りとかが悪ければ変えますけど、はい。まず今日はこの巾着を縫っていくところから始めたいと思います。ミシンのところになります。はい、ではミシンに移動します。ちょっと暗いんですけど、ミシンのとこだけね。まずこの側面になるところの布を中表にして、脇というんでしょうか、輪の布なので脇が一つだけ、そこを縫っていきます。その時上の口部分は少し空きを作った方が出し入れしやすいので、少し空きを作ったところから縫い始めます。この空きのところは後で処理をするんですけど、この底の部分にギャザーを寄せたいので、この縫い目の大きさを大きいものに変えます。このミシンでいうと、ここにダイヤルがあって、通常2から3のところにしてあるんですけど、これを大きくします。大きくして、ざっくりと一周編みます。この時引き返し編みとかはせず、糸を少し長めに大きいのが分かりますか？で、この一本を引っ張ってあげると、こうひだができるっていうのかな、ギャザーになるです。このくちゃくちゃっていうのを利用してギャザーにしていく。そのギャザーを寄せた状態で、そこの布と縫い合わせていく感じです。
多分しつけ糸とかでね、手縫いでやるのと同じですね。まあこのぐらいの大きさなら全然手縫いでやってもそんなに手間はないと思います。で、そこの布と合わせてあげるっていう、あんまりちょっと綺麗に寄せませんけどね、今日はね。今回そんなにたくさんギャザーよ寄らなくていいサイズなので、本当になんとなくなギャザーになります。これはもっとギャザー寄せたければ、この底の部分を小さくするとか、まあいろいろとやり方はありますね。で縫っていく。でそのギャザーを寄せるときに使った糸は後で抜くというか、ほどくというか、いらないので後でほどきますが、ギャザーが均等ではないです。まあ、均等にした方が可愛いと思います。こういう感じですね。はい。でこの口の部分だけちょっと、今回はロックミシンをかけませんが、ここだけちょっと縫ってあげた方がいいと思います。この入り口になるところの空きのところをちょっと適当ですけど三つ折りにして、ここ周りをガーッと縫いますね。こんな感じで縫いました。でここにこれをこう縫いたいわけなんですけど、長さが合うかな、
ちょっとこっちの方が長くなっちゃったか。じゃあちょっと、この端っこがそのまんま使われてしまうとほどけてしまうから、これをちょっと内側に折って、でちょっとね編み地の方が長いです。なのでこう折り返せばいいかな、内側に。で縫い付けていきます。多分縫っていくとずれていくと思うんですよね。縫いながら最後のところを調整していく感じになるかと思います。手縫いでもいいかもしれないですね。そしたらこっち側も縫っていきます。はい、ここが縫えました。ここに紐を通すんですけど、それはちょっと後でやりますね。これね、ここにこの底を縫った、これ内側ね、もうちょっと綺麗にやってあげるといいかもしれないですけど、ここにこれを縫い付けていきます。ちょっと大きさ違ったな。まあ、これすいませんね、試作というふうに言わせていただくと、大きさきちんと揃えてあげるとめっちゃ可愛いはず。ちょっと今回適当すぎて編み地の方が、小さくなってしまいましたが、同じ大きさにするには先に巾着を作ってしまって、それに合わせて、それに合わせて編んであげるとぴったりになりますよね。そうした方がいいですね。まあやってみて気づくってやつですね。なんで、ちょっとここで飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はいはい、コーヒーです。これ先に縫ってから編むってさっき言ったんですけど、もし先に編んでからだとしたら、この布の方に、底の部分の布に線を描いてあげたらよかったですね。この編み地の線、編み地の大きさの線を描いてあげれば、その線のところでミシンを縫えば
ぴったりになるってことですね。そういう風にしたらいいのかもしれない。要塞とかってね、印がすごく大事になってくるんですけど、そういうことですね。それを怠るとこうなるということがよくわかりました。ちょっとここね、この辺とか大きさがずれてますけど、こういう感じでちょっと紐を通します。ちょっと紐の通す場所が、あ、そうでもないか、なんかキツキツだなと思ったんだけど、そうでもないか。この本当はね、この同じ布で紐を作りたかったんですけど、ちょっとね、あ、抜けちゃった。長さがね、足りなかったです。この端切れで作ったから長い部分がなくて、繋いでもよかったんだけど、それはちょっとめんどくさいからダメだ、やり直し。よし、できた。やっぱりかダメか。ちょっとこの、わかりました。これは失敗です。面白すぎる。このね、ここ見てください。ここの口のところは細い糸じゃないとダメってことですね。縫い付ける部分、このここの糸が今太くて、多分太くてこうギュッてやってもちゃんと締まらないんですよ。可愛いけどね。だからもしここに縫い付けるとしたら、もうちょっとその細いコットン糸とか、まあなんなら刺繍糸とか、そういうものの方が良さそうです。多分そういうことだと思うんだけどな。でもこのここに縫い付けたい感じは分かっていただけます。これ広げておくと可愛いのにね。これは失敗に終わりました。ここは可愛いと思いますよね。残念だな。なんか甘いんですよ、この締まりが、ほらね。だから小さいものは入れられない、こぼれちゃうから。大きいものならなんとかいっかって感じ。こういう感じになります。はい、やりたかった形、まあ、ちょっとここは次の課題になります。でこれ縫い付けなくてもいいんだけど、ちょっとなんかね、これだけだと浮くなって思ったんですよね、ここが。だからここにもなんかちょっと編んだものを使いたかったっていうことだったんですけど、ここが今回の範囲になります、ね。でもこのギャザーを寄せた感じとかは可愛いんじゃないかと思うので、ここ残念だったな。ちょっとまたやってみたいと思いますが、こういう感じです。こっちの方がわかるか、やりたかった形。はい、ということで後編になりました。ギャザーをここに寄せるっていうのが、まあやってみたかったことなんです。はい、ということで今日は作ってみたかった形、巾着を、完成させました。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。